1976年の庭駅と周囲約750メートル範囲。左が、瀬田ナ方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成庭駅は、北海道瀬田ナ郡北日山町あざ庭にあった日本、国有鉄道瀬田ナ線の駅である。電報略号は2波。 セタナ線の廃線に伴い1987年3月16日に廃駅となった。1984年まで運行されていた急行、セタナの停車駅であった。所在地名より、当地には1892年に福島県藍津若松から元藍津藩市、庭ゴローラ12個が入植した。地名は庭の功績を伝えるため命名された。廃止時点で、 単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の北側に存在した。かつては島式ホーム一面二線を有していた。日光間北海道に委託する職員配置駅で駅舎は校内の北側に位置し、ホームから少し離れた場所にあった。化石駅とほぼ同型の建物であった。2000年時点で空き地となっているが、駅周辺の農業倉庫は残る。 2010年時点でも同様であった。また、37-1-2のキロポストが残存していた2011年時点でも同様で駅前商店が閉店して残っていた。ありがとうございます。